いよいよ菊絵巻の始まりです。より抜かれましたサラブレッド三歳馬が栄光の菊を目指します。いざ三冠へ、菊花賞3000m。まずまず揃って飛び出しました。先行争いであります。9番ユゼイリアンが上がってまいりました。そのうちからは3番北サンブラックデルピエロがかわしていきました。それから8番リアファル、この辺りちょっと離れているドンターレグリア、1番ブライトエンブレム、それからサトノラーゼン、そしてその外に10番リアルスティールベルーフが並んでいっています。そしてその後ろから11番スティーグリッツ、それからアルバートドッグ、7番マッサビエル、これがしんがりであります。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。デルピエーロ、目下敵なしの間、注目の的であります。8番リアファル、その外にユゼイリアン、北サンブラック、下がって4番手、ちょっとばらけてきました。差が開いてドンターレグリア、内を通りましてブライトエンブレム、外を通りましてサトノラーゼン、それからもう一頭12番ベルーフ、12頭第一コーナー右にカーブを取ります。リアルスティールがその後ろ、そして外からは11番スティーグリッツ、それからアルバートドッグ、外から1頭7番マッサビエル。もう一度先頭から順番に参りますと、ここにいたデルピエーロ、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。第2コーナーから向こう流し、これを追って8番リアファルであります。その後ろでやりましょうか。9番ユゼイリアン、そして4番手に3番北サンブラック、ちょっと離されましてドンターレグリア、内から1頭ブライトエンブレム、その外からはサトノラーゼン、12番ベルーフ、そのうちにリアルスティール、外を通って11番スティーグリッツ、第3コーナー坂の下り、それからアルバートドッグ、しんがりから7番マッサビエルであります。流れるようにレースが進んでおります。4番デルピエーロがレースを引っ張るようになりました。それからこれも人気を集めておりますリアファル、その外9番ユゼイリアン、そして4番手に3番北サンブラック。さあいよいよ三冠街道を通って、これから京都の直線、先頭行く青い帽子はデルピエーロ、先頭は二冠馬デルピエーロ、二馬身リード、先頭に立っているデルピエーロ、しかし差はそれほどでもない。サトノラーゼンが捉えるか、サトノラーゼンが二番手、ここでは負けられないデルピエーロ、外から一頭リアルスティール、一着デルピエーロ、三冠達成、獲得賞金は2000枚突破。6番、3着、当番、以上のように確定しました。